アダム・ジェイク・タガートは、オーストラリア・パース出身のプロサッカー選手。オーストラリア代表。セレッソ、大阪所属。ポジションは、フォワード。2012年3月、入札するジェッツ FC と2年契約を結んだ。2013年1月のメルボルンハート戦で、ハットトリックを達成するなど、エミール・ヘスキー、ジョエル・グリフィスらと、強力な攻撃陣を形成した。 2013から14シーズンは16ゴールを挙げ、リーグ得点王を獲得した。2014年6月、フラム FC はタガートを3年契約で獲得したことを発表した。しかし負傷のため、全く出番を得られず、2016年1月にはパースグローリーに復帰するためチームを離れた。2015年9月、 スコットランドのダンディー・ユナイテッド FC に2016年1月までの契約でレンタル移籍。2016年1月26日、パース・グローリー FC に復帰した。2018年5月1日、ブリスベン・ロアー FC に2年契約で移籍した。2019年2月18日、スイバラ・サムスン・ブルー・ウィングスに移籍。2019シーズンは、 リーグ戦で20ゴールを挙げ、リーグ得点王を獲得した。2020年12月24日、セレッソ大阪に完全一席で加入することが発表された。その他の公式戦、2021年とアジアカップ2013予選2次ラウンド、香港戦で A 代表初キャップ、同大会のチャイニーズ台北戦で初ゴールを含む2ゴールを挙げた。 東アジアカップ2013本戦では中国戦ゴールを挙げた。2014FIFA ワールドカップではオランダ戦とスペイン戦に出場した。国際 A マッチ12試合6得点。ありがとうございます。